さて本日もこちらやっていきましょう。昨日の休憩の続き。で資源を手に入れるためには4匹やね旅立ちの村を訪れてうんちを連れてくれば OK。 相変わらずこの未純率の低さはどうにかなんねえもんかな。ファミコンでもこんなにおかしかったっけ命中率。しかも一発で倒れねえし。こいつはあれ、ね、どうだった、稲妻の術をこいつは使ってくるんだった。野ざらし鬼だけグループで出てきてくれやな。一気に稲妻で片付けるんだけれども、普通にね、稲妻で一体ずつ片付けろっていう風なことなんだけれども、こういうギャグ的がおったんだよな。ねえ、あ、連続攻撃じゃねえんだ。
あ、今回のも、今回の貧乏神って逃げられんな。しかし、ワンがもうとてつもなくあの経験値が少ない設定にされていたからなかなかレベルが上がんないなっていう、そういう感じ、そういうイメージばっかりになっていますが、今ここら辺までの敵は一発で倒せるわ。ここら辺はそんなに経験値もらえないからな、逃げる方を選ぼう。ない。会心の一撃で見たもんな。しかし敵の攻撃で会心の一撃っていうのもなんか不思議な感じだな。こうなったら意地でも逃げてやる。意地でも逃げた。やっと旅立ちの最初の頃の、長いね。ゲームボーイカラーはあの横にワイドにする機能がありますんで、はい、僕たちが役に立つ時が来たんだ。さあ見なきゃ。プリプリ。ウンチたちが仲間に加わった。ちなみにあの PC エンジンじゃなくてプレイステーション版だと桃太郎の仲間が全員ついてきます。桃太郎、金太郎、浦島、夜叉姫、その他にもアシュラやら風神やら雷神やら銀次やら、まあとにかくオールスターに近いようなメンバーで、しかもそれも全員アイコン付きですからね。もう大名行列レベルになりますよ最後。まあゲームボーイ版は容量の関係なのかそういうのは出ていませんけれども、
まあ、たまには戦おう。金稼ぎをしとかないとね。ワイドに広がるから、横にワイドに広がるから、中横に移動するときスピードが速く感じるんだよな。ここら辺まで来ると十分経験値にもなる。これは3番目だったな、確か。しかしコウモリと鬼レンジャーの経験値と金が一緒とは。おー、コウモリ、ね、グループで出てくるときはもうこの稲妻の的だな。結構序盤でダメージ50ってのはでかいからな。ギャグ命。天の逆。これ試して分かったけれども、こっちで回復した方が早いわっていう。これ思い出してあ、ちょうどいいや、ここで始まったな。ついでだからジャガマ村に行ってそれ持ってくるべきだったな。まあいいや、支援を覚えてからまた飛ぼう。
本当に命中率今のところ2回に1回外すな。命中率 40%。 野ざらし鬼、あなたいつの間に目に泥を投げてくれました？全然当たんねえよ。命中率これ 20% ぐらいの設定じゃねえか。やったあったあった。10回やって3回、命中率 30% と出ました。あ、確かにそのうんちたちはいずれも元気なうんち。でかしたももたよ、飛炎の術を授けようぞ。どうだろう、わしのヒエの術をすでに覚えたらずじゃ。鬼ヶ島を目指し地獄を懲らしめるのじゃ。あ、一つ目のお宿にちゃんと飛んでくれるわ。さーて誰が持ってんな。いつまでもお茶が飲める世の中だといいですね。桃太郎さん、もう一度雑味娘のウェーブを見ますか？ウェーブを見たくなったらいつでも話しかけてください。もう泣き声やな。ああいう擬音はスルーします。桃太郎さんが文武様を助け出してくれたんで本当に助かりました。これはオラの気持ちだ、受け取ってくれまし。洞窟は先に行ける道がたった一つしかないところだよ。無理して通ると危ないですよ、桃太郎さん。50秒。無事殺人を始めることができましたら、ありがとうございますだ。いやー、すんべのところで一番茶の摘み取りに間に合っただよ。嬉しいだよ。ありがとう、桃太郎さん。この村のお茶美味しいよ。桃太郎さんもぜひ飲んでってね。この村を出て北に行くと並び洞窟です。ほら穴がたくさんあるんで名付けられたそうです。あんたらの先に通じているのは一つだけと聞きます。お気をつけください、桃太郎さん。桃太郎さん、ありがとう。僕も雑味を手伝いたいな。昔お茶は偉い人しか飲めないものだったそうです。それを文福様が誰でも飲めるようにしてくださったんです。そんな文福様を助けてくれた桃太郎さんは本当にいい人ですね。かぐわしいお茶の香りだ。今年もこれでまた美味しい新茶が飲める。ありがとう、桃太郎さん。女性からもらった。向こうの泉の前で使うと。スズメの宿まで飛んで、あら、
並び洞窟の前かい。間違えたよ。あれ？水コウモリ、ヨウコウモリの次は治水コウモリですか。ジャグイの地の上に。すげえ福の神でもらえる最低の金額じゃねえのかこれ。2両1両0両ゲットした人を教えてください。世界一を認定します。何とも言えない匂いのする泉がある。優雅で気品のある鉄なのです。清く正しく美しい人にしか世界で一番美しいこの私も陰ながら応援してます。まあ多分金と銀のうんちは売るぐらいしかないと思うんですけどね。そういえば鳥山明さんがあんまり漫画が、ヒットしなかった時にああいったあられちゃんがうんちをツンツンツンでつつく姿を描いた途端に売れ始めたっていうのでそれが受けたのかなっていうふうに昔言ってましたね。命中率上げる武器ないかな。ここまで外すと桃太郎が武器に振り回されてるっていうイメージになってまうで。
鬼レンジャーもうさっさとギャグ命のところから抜けよう。イノシシ鬼が現れた。この村が鬼に襲われ村人が苦しめられておる。村人たちを助けてやってはくれまいか。評判を聞いて都がわざわざ都からやってきたのに、こんな気持ち悪い桜とは思わなかった。こんな真っ黒な桜じゃ頼まわしもしてもめでたくもなんともねえわ。クロワス黒が咲くなんてよくないことが起きる前触れに違いない。すでに起きているってことじゃねえのか。様子がおかしいんです。まだ鬼が化けてるようなそんな気がしてならんでさ。マクロの桜が咲くなんてどうしまったんだ。オラのベーコンもびっくりしまってるだよ。土俵際のまず、どないなご用でしたろ。ポイント稼ぎに二度買うっていうのをやろうと思ったけれども、まずこっちの方の装備が大丈夫かなって思ったが、この歯切りの剣が、この歯切りの剣分のポイントを下取りで買うと、一気に強い方にするとその分のポイントが、もらえなくなりますからね。
さてこれで、桃太郎さんお懐かしゅうございます。桃太郎さんの鬼大臣にいたポチの血を引きし犬です。気をつけてください。あそこにいるおじいさん偽物です。鬼が化けた偽物のおじいさんです。おじいさんの言うことを聞いてはいけませんよ桃太郎さん。その犬の言うことに騙されてはいかんぞ。言い方からして怪しいじゃねえか。わしが本物の花坂じいさんじゃ。あそこの犬こそ鬼が化けた偽物じゃ。桃太郎、明日あの犬のどっちの言葉を信じるのじゃ。もちろんわしの方じゃな。さすが友達を大切にする桃太郎じゃな。騙されなかったか。そうとも、俺様、クローニ様よ。地獄王様のご命令により、お前を倒せ。これでも食らえ。鬼シリーズが、あんまともな。うわ。命中率の方が気になってる。はい、終わり。はい。武器でやるよか、命中率も出来だからし。太郎さん、ありがとうございます。花坂じじいでございます。おかげで助かりました。さあ、うちの犬を鬼退治にお役立てください。犬も桃太郎さんに会うのを楽しみにしていたのですから。はい、桃太郎さん、また一緒に鬼退治に出かけましょう。攻撃力が15上がった、守備力が5上がった。ああ、桃太郎さん、花坂じじいの腕をお見せしましょうかね。私についてきてくださいな。裏の畑でポチがなく、正直じいさん掘ったりばっていうのがあったな。さあ桃太郎さん、私の腕をご覧くだされ。それ枯れ木に花を咲かせましょう。桃太郎さん、いかがですかな。桜が見たくなったら何度でもこの村を訪ねてくだされ。それではうちのポチをよろしく。桜の今回の変、このギャラさっきまでプレイしていたもんだろうね。別に、よくやってくれた桃太郎。だがこの先の鬼どもはもっともっと強いぞ。お前がこの村から先へ進むなら14段ぐらいがないと辛いだろう。14段になっていなければこの辺りで修行を重ね経験を積むことじゃ。もうすでになってるよ。これまでの旅を記録するかね。じゃあ本日はここまでにしておきたいと思います。それでは失礼します。